それで、まあ韓国のイベントあるじゃないですか。韓国イベントの練習かなと思います。そんなハロウィンだと思います。今年は多分仮装とかしないと思います。どうなんだ、ハロウィンの映画って何があるんだろう。ハロウィンの映画って何があるのかな。何も変わらない一日。そう、何も変わらない一日。そう、メンバーとハロウィンね、なんかね、もし明日がお休みかお休みじゃないかまだ分かんないんですけど、お休みだったらお休みの日はお家からいくらクリスマスでもハロウィンでも絶対に出ない、お家から出ないって決めてるので、そう、どうだろう、明日何があるかな。なんかこう、これ今椅子に乗ってるんですけど、こうやってね、こうやって回りながらずっと配信してたら、この前お母さんが東京に来た時に、回りながらショールームしないで酔っちゃうって言われました。だからちょっと回るの制御しないと。ご飯？あ、明日のご飯ですか。ハロウィンって、まあでもかぼちゃですよね。でもかぼちゃ、ケーキとか、いやでもハロウィン、普通のご飯食べれますかね。酔っちゃうって、これね、こう画面酔いしちゃうみたいな。画面酔い。パンプキンスープ、あ、美味しそう。パンプキンサラダ、かぼちゃのほうとう、かぼちゃの煮浸し、煮浸しじゃないか、それ小松菜の煮浸しとかか。かぼちゃの煮物とかすごい好きです。美味しい。なんかこの髪の毛跳ねる。これもかぼちゃの煮浸し美味しいですよね。なんかいつもショールームするとき、なんかね、いつもショールームするとき、だいたいその1日の終わり頃にするじゃないですか。時間とかもだいたい18時とか、夜だか夕方だから、だからすごい今日もう収録が終わって、そうショールームしようと思ってしたから、いつもなんか夕方とか夜にするから、もう髪の毛が1日の終わりの髪の毛みたいな、前髪とか、まあネモースじゃないです、さすがにね。ネモース、そしたらネモース出過ぎだよね。ネモースじゃないです、確かに。いつもネモース、ネモース。昨日はキムチ鍋食べました。昨日はまあモバメにおでんを食べるって送ったんですけど、おでんも食べて、でその後22時ぐらいから映画見てたんですけど、そうウィバースで余命10年っていう映画見るんですけど、22時10分から見るので、ぜひ一緒にせーのポチって、なんていうの、同時視聴しましょうみたいな感じでね、一緒に映画を見たようなね、感じになれるから、そういうのしようと思ってしてたら、なんか映画見てると2時間あるじゃないですか。でお腹空いちゃうんですね。だから何食べようと思って冷蔵庫見たら、キムチ鍋の材料があったから、キムチ鍋食べながら見てました。キムチ鍋食べながら映画見てた。みんな何食べますか普段映画見るとき。 Amazon プライムです。インスタのストーリーが映画の情報だらけ。そうもうね、映画のおすすめの映画皆さんに教えてもらって、初めてインスタのストーリーが網目状みたいな感じになるまでいっぱい
しゃべりいっぱい質問答えましたね。皆さんは映画何が好きなんですか？なんか昨日そのインスタグラムのストーリーでなんかおすすめの映画聞いたんですけど、そう、切り取り線だ。なんかね、見たことある映画いっぱい来ててすごい嬉しくなりました。どういう映画が好きなんですか？ SF とアクションかな。おー、怪獣が襲ってくる映画。怪獣が襲ってくる映画。怪獣か。巨大になった動物とか、巨大化しちゃった動物とかですか？なんかね、見てたな、昔。昔というかちょっと前に。巨大化。なんか動物の巨大化が止まらないみたいな。ゴジラ？ゴジラじゃなくて、なんか見てました。ランページだ、そう、ランページっていうの見てめっちゃ面白かった。あと猿の惑星とかもすごい好きです。えりちゃん日本の映画好きなの？海外映画はあんまりな感じ。いや、海外映画も見ます。海外映画も日本映画もどっちでも全然見ますね。でも韓国映画とか中国映画とかはあんまり見ないかもしれないです。猿映画、何でも、なんかその時の自分の気持ちに刺さった映画見ます。君の星座を食べたい、見たことあります。インド映画見ないですね。なんかよくあれですよね、インド映画長いんですよね。長いんだっけ。なんかインド映画、ちょっと待ってね。このタワー、このクマのタワーは、タワー、これ誰さんからだ。ちょっと調べます。あれ、来てない。来てる？来てるかな。インド映画3時間超えがち、ガザラ。あ、そうですよね。だからよくなんかすっごい長い喋りとかの時にツッコミとかで、なんかインド映画見てるみたいやわーとかのツッコミありますよね。このさ、タワーさ、誰からのタワーだろう。なんかね、このショールームギフトのところにたまにね、なんか不具合っていうかエラーみたいなのでたまに来なくなる時があるんですよ、このお知らせみたいなのには。これ誰からか分かりますか？ちょっと僕です、私ですって教えてください。1位の方です。あ、本当ですか？じゃあひーくんかな。ひーくん合ってますか？タワーありがとうございます。ハロウィンタワー嬉しい。ハロウィンの気分になりますね。ありがとうひーくん、タワーありがとうございます。ありがとうございます。お、合ってた、ありがとう。最近は映画を見るから、なんかまた映画ちょっとした時間にいつもは携帯とか見てたりしたけど、でも最近はもう、なんだろう、映画をいっぱい見るようにして語彙力を高めようと思ったり、ちょっと感情とかをちょっと豊かにしようと思って映画をまた見ようと思ってて、そうすると映画見てたらご飯食べたくなっちゃうんですよ。それでご飯食べたくなっちゃうから、いっぱい食べちゃう。したらいっぱいハム太郎になっちゃいます。ドラマはね、あんま見ないですね。ドラマ、なんかドラマ、その私、結末まで、最後の終わりまで早くもう
早く見たくて、ドラマだと10話とかまであるじゃないですか、8話とか12話とか、ちょっと待てないんですよっていうのと、あとはなんか1日3本くらい見たらもう次の日になっちゃうじゃないですか。で次の日レッスンとかあったりしてしたら、でいろいろ日にちが経ってまたドラマ4話とか見ると、あれてか3話ってどんなんだったっけとかなんか思って忘れちゃうんですよね。だからミナとカナエさん好きな白雪姫、え、それってさ白雪姫殺人事件みたいなやつですか？白雪姫殺人事件みたいなやつ見たことある？ お母さんと見ました。合ってるかな。あ、そうそうそう、あ、そうなんだね。映画いいですよね。映画いっぱい見ちゃう。でもなんか今 AKB で映画好き、映画好きな人がいないらしくて、なんかどうやらプロフィールを見たら、だからなんか映画の活動とかしてみたいですね、いつか。そう、ドラマ好きは結構いるらしいです。そうなんですよ。魔術科学園全部見ました。あ、そうだね、アニメも結構いますね。そうだ、今日味噌菌買えた。すごい、売ってるんですか？今も売ってるの？再販してるんですか味噌菌さん。今日から発売。あ、そうなんだ。もうエリコはね食べました。あれ、ご飯食べたっけ味噌菌。あれ、私は何を食べたんだろう。味噌菌飯も食べたのかな。味噌菌ラーメンも食べた気がする。どっちも食べた気がする。でも食べたもん忘れちゃうんですよね。食べたかな、多分両方食べて、だからもう大丈夫。なんか食べた記憶もあるし食べてない記憶もあるし、見たこの映画見た記憶もあるし見てない記憶もある。食べたもの書いてる。すごい。味噌ラーメンですね、美味しいです。皆さん何ラーメンが好きですか？私は醤油ラーメンが好きです。醤油のつけ麺、昔はねつけ麺がすごい好きで、もう保育園くらいの時つけ麺大好きで、よくお父さんとかお母さんとかに今日のご飯何がいいって言われたら必ずつけ麺って言ってました。味噌ラーメン、豚骨派です。おー、豚骨ね。汁なし担々麺、汁なし担々麺ってどんなんなんだろう、食べたことないな。汁なし担々麺辛そう。辛いですか？台湾までそば、台湾までそばも食べたことない気がする。北海道で食べた味噌ラーメンめっちゃ美味しかった。おーね、北海道美味しいよね。外中華、外中華の醤油ラーメンが美味しくて好き。餃子ラーメンなんてあるんですか？すごい。香港食べ物最高。あ、なんかホテちゃんとユキちゃんとサコユメミンがマカオ行くじゃないですか。いいなと思って。マカオいいな。英語もマカオ行きたかった。3人なんですよね。3人ってめっちゃ珍しくないですか？普段8人とかだけど、8人と5人とかだけど、3人ってめっちゃ少ないですよね。だからまゆちゃんと私たちも実費でマカオ行って、で3人だからさ、こうここら辺で踊っといたらさ、2人で振り合わせしてここら辺で踊ってたらさ、なんかちょっと違和感あんまりないじゃないですか。ちょっとさほど、例えばなんだろう、
何の曲がいいだろう。まあ、ヘビーローテーションとかさ3人でここでやってたとすると、まあ、こっちでさ、まあ、ヘビーローテーションはヘビーローテーションでも、まあ、いろんな振りあるじゃないですか。左右とかあの上下とかでいろんな振りがあるけど、まあ、ここで2人だからここで合わせてこう後ろで違う、まあ、ちょっと違う踊りしててもなんかバレなさそうと思って、だから実費でまゆちゃんと一緒に行くって冗談で喋ってました。衣装はね、衣装はあの予備の衣装をこっそり着ます。地元にいた時道頓堀の金龍ラーメンに行ってましたか。金龍って読みますか。いや行ったことないと思います。あんまり大阪にいた時ラーメン食べなかったですね。食べたことないかも。でもなんか金龍ラーメンってすごい聞いたことあって、多分チェーンじゃないけどいろんなところにあるのかな。なんか新潟じゃない、山形行った時に金龍ラーメンっていうのがあって、え金龍ラーメンなんか知ってる、行ったことあると思ったけど、なんかチェーン店っぽくない金龍ラーメンで、なんだろうその日本に一つしかない金龍ラーメンな気がして、ちょっと行くのちょっとその時は行かないでおいた。なんかあれなんて言うんだろう、個人屋さんみたいな感じ、個人のなんか古風な外観でした。マカオさんにおしゃれの衣装みたいだよ。あそうです、いつもイベントはイベントっていうかライブとか全部フェスとかもおしゃれカンパニーさんの衣装です。そうなんですよ。そうでね、お話し会がオンラインの残りわずかになってた4部と5部、12月の22かなの4部と5部が完売になっててすごい嬉しかったです。ありがとうございます。嬉しい、ありがとうございます。皆さんオンラインファンミね、オンラインファンミ楽しみですね。そうありがとうございます。3部 A ちゃんだけどの衣装は自分で選んだの。衣装さんが選んでくださいます。全部生写真とかね、生誕祭のやつ以外全部衣装さんが選んでくださって、エリコたちが衣装とかを決めることはないですね。そうです、22日全完売しそう。あそうなんかね、今3部が残りわずかになってるんですけど、でもそれ以外の12月22日の日は全部残りわずかまでもう少しになってて、というかオンラインがその22日の3部以外全部残りわずかまでもう少しになってて、すごい嬉しいです。皆さんたくさん来てくださって、で11月23、24が写真会なんですよね。写真会はまだ全然お申し込みどこでもできるのでぜひお待ちしてます。楽しみ、めっちゃ写真会初めてだから。でももうなんか写真会って前回行われた時結構前だったんですよね。だから次いつ写真会できるかわからないからすごい楽しみ、すごいいつできるか、またもしかしたら次は7年後とかに写真会があるかもしれないので、ぜひ皆さん今のうちに迷ってる方もいらっしゃったらぜひ来てください。お待ちしてます。なんかそれで写真会とかそういうのについて考えてた時に、なんか動画会とか
動画会もあったらいいのになって思ったりして、なんか動画は動画でもなんか昔見たことあるんですけど、あのその言ってもらう言葉リクエストみたいなのして、そしたら〇〇さんこんにちはありがとうございますみたいな動画あるじゃないですか。そう動画会皆さん、あそうワンショット、あ、握手会特典でワンショット動画、そうワンショット動画あったと思うんですけど、なんかあの全身が映る縦で映れる感じの携帯を縦で絶対撮るっていうルール、まあ、横でもいいけど縦で撮るっていう感じにして、なんかこのアクリル板みたいなのあるじゃないですか、それまあそれがあったとして、でこっちにファンの方いて、こっちに 私がいて、なんか動画は動画会は動画会でも喋るんじゃなくて、なんか踊ってる感じ、例えばなんか1から5まで ○1 ○2 ○3 ○4 ○5 っていうのを握手会のレーンに貼っといて、一夜のうちの防波堤に押しがけんなやちに3なんとかかんとかとかいっぱいやって、でじゃあ1のあの夏の防波堤でって言ったら音源が流れて、なんかあの夏の防波堤を2人で踊ろうみたいな TikTok 界、まあ確かにそんな感じ、そういうのがあったらなんか SNS とかに載せやすそうだし、なんかその全国でファンミーとかするときに、あの一緒に写真撮るじゃないですか、みんなで、ああいう写真とかってすごい全国ファンミー終わった後ツイッターとかにね皆さんが載せてくださったりするじゃないですか、それみたいな感じで、それもいい、それもそんな、それと同じような感じでなんか動画会みたいなのあったらいいなと思います。踊れなかったら、そう踊れなだから、なんか普通の動画会も用意して、そのダンス踊る、なんか踊ってくれるとか、まああのあれですね、隣に来てくださるファンの方は踊れなくても大丈夫です、もうこう応援してくださるだけでも大丈夫だけど、なんか私たちが隣でその1から5の中で何かじゃあ2番の星が消えないうちにとか言ったら星が消えないうちに踊ったりして、でそれをその動画会来たファンの方が SNS に載せてくださったりしたら、なんか曲とかもなんか知らない AKB 知らない方とかにも曲サビだけ聞いてもらえたりなんかしそうだなと思って、今まではウェーブくらいしかなかった？ウェーブ？動画会は愛おしいセリフ選んでたからよ、そう。なんかそんな感じで動画会もあればいいなって思います。そう。そう、まあそんなのがあったらいいなって、妄想だから、妄想だから妄想です。でもなんかしてるアイドルの方とかもいらっしゃいますよね。五六分ある子一日中ダンスでくたくたになりそうだから、そのこ喋るコメント動画コメントの部もやって、ダンスは2部くらいにしたらなんか楽しそう。そう、今日は収録してました。今日はでコシちゃんとかにも、コシちゃんに会ったかな、
こしちゃん、お、妹と同じ名前の子配信見れた。え、えりこですか、同じ名前、嬉しい。お弁当なんだったの。今日はねすぐ終わったのでお弁当とかはなかったです。エモスじゃない収録ってなんだろう。まあそのうち告知がされると思うのでぜひお楽しみに。今帰宅中だけど仮装してる人がちらほらいる。早い。でもそっか、もう明日ハロウィンですもんね。そうなんだ、ハロウィンだから。皆さんは人生で何のハロウィン、皆さんは人生で何のコスプレしたことあるんですか。渋谷のハロウィンめっちゃ人多そうですね。なんか昔ニュースで見たことあります。でも人混み人酔いしちゃうから見いけないですね。普段着のコスプレ、おー制服、おーいいね。 JK のコスプレ、すごい。かぼちゃと桃のかぶり物をしたくらい。スウェーデンから来ました、大ファンです。嬉しい。スウェーデンから。スウェーデンは今何時ですか。コナンくん、お化け、かぼちゃのバケツ、渋谷今年も禁止、トナカイ、トナカイはあれだね、サンタっぽいですね。あのクリスマスか、クリスマスっぽい。ポケモンのゲンガー、今10時です。朝の10時ですか。おはよう。エリエリは何のコスプレしてみたい。なんだろう。でもいっぱいコスプレしたからな。なんか握手会とかオンラインとかの時いっぱいコスプレしたので、なんだろう、何のコスプレ、タヌキ、タヌキかわいいかも。タヌキいいですね。タヌキのコスプレしてみたいかも。あ、恐竜、恐竜とかしてみたい。恐竜したことない。恐竜とかしてみたいです。来月写真会行きます。お、嬉しい。ヨシヒサさん、ありがとうございます。嬉しい。そうでもね、本当はね、本当は私服がすごい好きだけど、私服の握手会とかがすごい好きだけど、でもコスプレも皆さん見たいですよね。でもいつも半々くらいかな。私服の方がちょっと多いくらいかな。私服がちょっと、私服6割、コスプレ4割かな。クリスマスの時はサンタさんするの？あ、そう、するんです。12月22と、あと写真会12月14かな、します。なんか X のコスプレのなんか写真みたいなの載せてます。楽しみですね。ヴァンパイア、ヴァンパイアってどんなんだろう。あ、マントか、マントだ、黒の。高校最後のハロウィンなんか楽しんでね。そうだね。まあでも高校生、高校生で、なんか学生時代に、まあ、今も学生ですけど、学生でハロウィンコスプレしたことは、小学生の時はしょっちゅうしてました。なんか図工の時間に作るんですよ。
なんかハロウィンの帽子を作ろうみたいな、こういうでっかい帽子、こういう感じのこういうでっかい帽子作ってて、だからそういうのを図工で作った時はよくかぶって近所に急にピンポンしてお菓子くださいって言ったことあります。でも中学生になってか、なんか一回ね、小学6年生の時に好奇心で、なんかその頃血のりにすごい興味があって、お友達と血のりを作ったんですけど、なんか使い方が難しくて、なんかすごい間違えちゃいました。難しかった、血のりは。だからすごい映画とか見てて、その傷のメイクとかあるじゃないですか、特殊メイクとか、そういうのすごいなって思います。いつもこれどのくらい時間かかったんだろうと思って見ちゃう。そう、昨日は余命10年っていう小松菜奈さんの映画を見たんですけど、久しぶりに映画を見て泣きました。もう映画を見て泣くことなんてないと思ってたんですけど、泣いた、泣いたって言ってもじゃなくて、目が潤うくらいめっちゃ感動した。あとは中学生の時は一回、中学2年生の時にお友達、エリコのバレー部バレーボールしてた時の親友のお友達と、なんかその頃ハロウィンってこういう、まあ下は普通の服でいいけど、なんて言うんだろう、こういうさ、こういう紙袋あるじゃないですか、紙袋、抹茶、茶色の紙袋、茶色の紙袋をかぶって、ここに目とか鼻とか口とか書いて、そういうのが流行ってたんですよ、中学生の時。それはねしたことあります。でもあれはコスプレに入るのかちょっと審議ですね。そう、焼き芋とか入れるやつ、そう、マクドナルドさんの袋みたいな、そういうやつ。そう、そういうのしたことありますね。でもね、それが流行ってたんですよ、中学生の時。私の地域で流行ってたんじゃなくて、全国的に流行ってて、したことあります。このショールームしてるこの中でエリコのウィバース撮ってくださってる方何人くらいいるんだろう。なんかさ、よく考えますね。前に公園にミユーの光るうちわを持って行ったら、エリちゃんからめっちゃレッスンが来て、それから気になってます。え、嬉しい。かっちゃんさん、本当、あ、17期のアバターだ、嬉しい、ありがとうございます。ぜひ、かっちゃん、はい、あ、いっぱいいる、はいはいって、嬉しい。来月入ったら撮るね。おお、え、ウィバースとモバメって、でもモバメの方がきっと撮ってる方多いですよね、なんかそんな気がする。でもなんかウィバース、 AKB48 のウィバースを撮ってらっしゃる方がなんか 6.5 万人みたいなのを見て、え、めっちゃ多いと思って。だから自分のウィバース撮ってくださってる方はどのくらいいるんだろうって思いました。 6.5 万ってすごくないですか。メールはなんか今日一日のなんか日記
日記とか、なんだろう、モバメは今日一日あったこととか、なんか文章かな、結構長文なこととか書く。でフィバースはいつもなんか、私結構 X とかになんか今日の気温寒いとか、今日は何食べたとか、 X にポンポンあのつぶやきがあんまりできなくて、でもそういうのはなんかいっぱいウィバースに投稿、なんか安心感があるので、そういうのはウィバースに投稿してますね。寒いとか、なんかちょっとしたこととか、今日何食べたとか、自撮りとか、あとあのサザエリコじゃんけんっていう、毎晩じゃんけんをしてます、皆さんと。そうなんです。なんかでもめっちゃ最初の頃ツイッターの使い方とか全然わかんなくて、なんかルールとか、なんか ALT とかあるじゃないですか。で ALT の使い方もわかんなくて、あのゆきたんに教えてもらったんですけど、なんか最初何をツイートしたらいいかもわかんなかったので、あの告知とかね、お願いされてるものとかをはポンポンツイートできるけど、でも自分からどういうのツイートしたらいいかわかんないから、あのどうやって、なんかいつ、本当はいつもだったらあのオンラインお話し会ありがとうございましたとかのツイートあるじゃないですか。もう本当イベントが終わった後のなんとかかんとかのフェスありがとうございましたで自撮り乗っけるとかも、最初そういうのもなんかするっていう発想が、そのずっと X とかをその AKB その X のツイッターだったんですけど、その時はツイッターを始めるまで X あんまりというか見たことがなかったので、だからどういうことツイートしたらいいか分かんなくて、あのそしたらファンレターとかでファンの方がオンライン話し会が終わったら、オンライン話し会ありがとうございましたってツイートしたらいいと思うよとか、あとはこういう時、先輩はこういう時にこういうツイートしてるよとか、自撮りとかでこういう感じ、なんかこういう文字でツイートしてるよとかを、もうファンの皆さんがもう全部あの手紙で書いてくださって、でそれで、あ、オンライン話し会が終わった後ってツイートするんだと思って、あのツイートするようになりました。もう 今だったらもう当たり前のことなんですけど、最初の頃は、まあ、あのそのスタッフさんとかもさ、あのアカウント作るところまで手伝ってくださるんですけど、その初投稿からも自分で始めるから、そのどうしたらいいか分かんなくて、何をツイートするもんなんだろうと思って、そう、でもファンの方がお手紙とかで教えてくださったのでツイートできるようになりました。そうなんです、難しいですよね。文字数制限が早くて、あの文字数を打つじゃないですか、そしたらもうすぐね文字数制限が来ちゃって、何文字なんだろうあれって一体、結局100文字とか、でも100文字も打ててる気がしないんですよね。なんかもっと30文字くらいでいつもオーバーしちゃう気がする。140文字、え、140文字なんだね、文字数少ないですよね。いつもツイートするときめっちゃ削ってます。だから削ってるから、これツイートしたときなんか私は削ってるのを削ってるから、文章がちょっとなんか強引でも分かるけど、これ初めてツイート見た方めっちゃ変な、文字に見えないかなっていつも思います。あ、課金したら文字数制限ないんですか、ひょい、そういうこともあるんですね。課金すると280文字、どうですかそれ、280文字したらやっぱ世界変わる。そう、ハッシュタグつけたらね文字数減っちゃいますよね、大変。そうだね、あとはね、なんか喋ろうと思ってたけど忘れちゃった、何の話してたっけ。あ、そうだ、
それで、まあ、お手紙とかでファンの方が教えてくださって、でどんどんいろんなことツイートできるようになったんですけど、すごい優しいですよね。でなんかお母さんとこの前喋ってたのが、なんか私のファンの方というか AKB のファンの方というか X してらっしゃる方って結構なんか統治法で喋るのあるじゃないですか、独特な文章というか、なんか最高、今日も最高だった AKB48 とかみたいな、なんか統治法をすごい使うイメージがあって、それをお母さんに喋ったんですよ。なんかこういうなんか最高だった AKB48 がとか、かわいい AKB48 がとか、こういう統治法の文章めっちゃ見るんだよねって言ったら、お母さんが大切なことを先に言うんだねって言ってました。そう、統治法8割ほほう、そうなんですよ。最近はお手紙もらうのは不定期だから、いつもらってるか分かんなくて、急に多分たまったらかな、たまったらというかスタッフさんが受け取ったらみたいな感じだから、なんか決まってこの何日とか決まってこのイベントの終わりとかないですね。だから次はいつ届くか分かんないです。そう、あとはそう、プレゼントも受け取ってます。あとはお母さんと喋って、なんかエリちゃんの周りにいる人はみんな優しい人ばっかだねって喋ってたんですけど、でもなんか私おばあちゃん、お母さん、もうおばあちゃんがすっごい優しくて、なんか未だにおばあちゃんを超える優しい人に出会ったことないというか、でもおばあちゃんがすごいめちゃめちゃ神秘的に優しいのって、なんか全国共通というか世界共通だと思ってたんですよ。でも私のおばあちゃんは異次元級に優しいんですよね。そう、おばあちゃんってめっちゃ優しい。なんか私のおばあちゃんが怒ってるとこ見たことないです、まず。ね、ずっとずっと優しい。おばあちゃんってどうやったらあんなに優しくなるんだ。そう、誰に対しても優しい。英子のおばあちゃんは喋り方も優しいし、どうやったらあんなにおばあちゃんみたいに優しくなれるんだろうって。でもお母さんも優しいですね。だからみんな優しいんですよね、英子の周り。まあ、ファンの方も優しいし、あとはメンバーだとでもみんな仲いいけど、特にホテちゃんとまゆーちゃんとよく一緒にいるんですけど、ホテちゃんとまゆーちゃんもまあ優しいですね。ホテちゃん、まゆーちゃん、まさやまゆーちゃんとホテモカちゃん、まあ優しいです、本当に。でも優しい人、そう、まゆーちゃんは優しいって感じがつくくらい優しい。なんか優しい人がいっぱいいる。今更だけど髪切ってすごく似合ってます、かわいい。嬉しい。ポクレンパサランさん、ポクレンパサランさん、ありがとうございます。嬉しい、ありがとうございます。ポクレンパサランさん、あとはね、そう、普通のなんだろう、普通のエリコのお友達とかもみんな優しいですね。例えば靴ひもがほどけてたらみんな待ってくれるくらい優しい。あとはみんなすっごい優しい。例えばあんまりお友達とかが怒ってるところも見たことないですね。みんな優しい。みんななんか怒ってるところ、まず人間のそのお友達、身の回りにいる人が怒ってるとこあんま見たことない。
ツッコミはね面白い感じ。最近エイちゃんのことを毎日思い出してしまってすいません。いいことですよ。いいことです。とても。そうですね。だから仲いい子とか家族とかみんな優しいです。ランキング読みは55分になったらします。ニットの季節でもこういう、これはちょっと袖が結構狭めだけど、もっとボフってなってるこんくらいのニットとかもすごい好きです。エリちゃん、若者すべていい曲だね。フジファブリックさんね、いい曲ですね。あざと袖、そう、なんか もっとボフってなってるのもすごいいいですね。ね、今日ちょっと寒かった。最近エリちゃんのおかげでボーちゃん大好きになった。エリちゃんのおかげボーちゃん好きになった。嬉しい。ボーちゃん、ボーちゃんって名字なんて言うんだろう。そう、エイコ焼き芋大好きです。なんか最近お菓子いっぱい食べちゃって、でも本当は焼き芋と干し芋しか食べないようにしたいんですけど、でもやっぱ誘惑に、でも誘惑に最近は勝つことができて、お菓子とか食べれなくても大丈夫になったんですけど、やっぱチートデーとかをがあると我慢できなくなっちゃいます。食べちゃいます。でも本当は焼き芋と干し芋しか食べたくない。今日はお菓子食べてないですね。そう、そうです。焼き芋美味しい。焼き芋どこで買うの？無印良品さんの焼き芋がすごい好きで、とかはセブンイレブンさんとか芋美味しい。カントリーマームのお芋美味しい。食べたことないかもしれない。そう、無印良品さんの焼き芋はね、なんかね、すっごいね、柔らかい、柔らかくて甘い、めちゃめちゃ美味しいです。大学芋も大好き、お芋大好き、さつまいも大好き、じゃがいもも好き、里芋も好き、バーベキューで出てくる里芋大好き。あとは芋といえば何があるんだろう、まあ全部好きです。芋はジュースは禁止。あ、でもジュース、私はもともとが、もともと水しかあんまり飲まないから、あんまりもともとジュース飲まないから、ジュースは全然飲まないですね。お水飲みたくなっちゃいます。えいちゃん、久しぶりに向かわりました。行きますよ。嬉しい。いっぱいツーショット撮りましょう。おすすめのポーズはアイドルなんかじゃなかったらポーズ。でもアイドルなんかじゃなかったらポーズする時のエリコの小指怖くないですか、これ。でもね、普通にできないの。っていうか、この
これなん薬指が立たないんですよ。でも薬指を立たせようとしたら小指がめっちゃ反っちゃうの。でも薬指が、いや何もない、もう生まれつき、あの変なんていうの、何かがあったわけじゃなくて、ただ単にエリコの指って反っちゃうんですよ。ほらこういう感じでね、もともとが反っちゃうの。そう、何かがあったわけじゃなくて普通に反っちゃうんですけど、ほらガイドなんかじゃなかったらもうでもパッてするときにこうなっちゃうから、例えばどの時にするっけ、アイドルなんかじゃなかったら、あこれか、あこれはでも普通、これもちょっとあれか、こうアイドルなんか、ほらこっちがさ、ほらこっちは別に大丈夫、綺麗じゃないですか、そんな小指、ほら小指普通だし、こっちがね倒れちゃうんです。だからまあアイドルなんかじゃなかったら今度お願いしますって言ったらこっちにしよう、忘れないで、左手でするんだ、いい子。あとはなんだろう、星が消えないうちにポーズってこれかな、これの他にある、これもうおすすめ。あとおかえりちゃんポーズ、ただいまっていう感じのおかえりちゃんポーズもあります。あとは恋積んじゃったポーズだとこれで、これが恋積んじゃったポーズで、これが星が消えないうちにポーズ、これが星が消えないうちにポーズで、これが恋積んじゃったポーズ、高さの違いです。だからあとは何だろう、指長い、ここまで、あとは何だろうな、英子が参加した曲でもフライングゲットのポーズとかいいですよね。あとはすれ違う瞬間とかポーズある、すれ違う、うん、ちょっと今のところ踊って探してみてるんですけど、すれ違う瞬間ポーズってあるかな。なんだ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 なんかあるかな。ウインク、お、ウインクもいいですね。鳥のところ、確かに。でもさ、多分座って撮りますよね。じゃあランキング、ね、55分になったのでライブランキングを読みたいと思います。13位大輔さん、ありがとうございます。大輔さん。12位おやちゃんありがとうございます。11位ヤマトさん、ありがとうございます。10位高木さん、ありがとうございます。9位マチャピースさん、ありがとうございます。7位オノピー、あともく電車中、お聞こえてますか、ありがとうございます。6位トヨ TO、 ありがとうございます。5位カツリン、ありがとう、ありがとうございます。4位ビーベベさん、ありがとうございます。そしてトップ3、3位はハーツアットマークエリちゃん沼の住人です、ありがとうございます。そして2位はトシちゃん、ありがとう、トシちゃんありがとうございます。そして今日の配信の第1位はひーくんです、ありがとう。ひーくんいっぱいあのイベントもね応募してくれてありがとう、あとタワーもありがとうございます。今日の1位はひーくんでした、ありがとう。お、ランキング変わった、9位まさのぶさん、ありがとうございます。9位まさのぶさん、ありがとうございます。えいちゃんの場合白目ポーズも可愛いよ。あ、変顔 NG です。そうだね、変顔はちょっと NG かな、結構あんまり変顔できないんだよね、ちょっと恥ずかしくなっちゃう。学生の時、中学生の時とか小学生の時も変顔はせずに生きてきました。
ぶりっ子ポーズ、ぶりっ子ポーズもいいですね。あとなんだろう、なんかじゃあクリーム法は白目とか向いてないじゃないですか、こうクリームがついてるだけ。でも NG ポーズ、これ変顔 NG、 変顔以外なら。でも変顔をしてくださいって言われたら服顔にしようかな。漫才風ツッコミポーズ、こういうやつか。セクシーポーズ、めっちゃ多分ふざけちゃうと思います。クソに合ったポーズいいですね。なんでやねんポーズ、困り顔、確かに顔を変えるのも面白そう。でもいっぱいありますねポーズ、なんでも楽しそう。大阪っぽいポーズ、たこ焼きとか。でもこれも、これも指が、こっちは普通にできるんです。なんでだろう、多分右手に力入りすぎてるのかな。ファンタジーな笑顔、ファンタジーな笑顔、ファンタジーな笑顔ってどんなんだろう。お任せでもいいですよもちろん、なんでも、なんでも大丈夫。犬ポーズね。 DD さんを軽蔑するような顔をお願いしたい。あ、ね、そういうの好きな方もいらっしゃいますよね。最高の笑顔、私笑った時にこっちにしかエクボできないんですよ。ほら左にしかエクボできない。あらま、ほらこっちはどう頑張ってももうできない。ほら、うーん、冷たい目で見るの好きです。あと1分だ。皆さんありがとうございました。今から晩ご飯食べれます、食べるんですか。皆さんいっぱい食べてください。じゃあ今日の晩ご飯をエリコが決めたいと思います。今日の晩ご飯はじゃか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 じゃん、もやし。またね、ありがとうございました。それじゃあ皆さんおやすみなさい。おやすみはまだ早いけど、じゃあね、またね、バイバーイ、切ります。